走っていると天井にですねジェット機のエンジンみたいなのついているのが見られたことあるかと思いますが、皆さんこれ何の設備か知っておられますか？実はこれジェットファンといって、トンネルの中の空気を換気している設備なんです。自動車からの排気ガスを換気したり、万が一の火災時の安全環境を確保するために、トンネル内の風の流れをコントロールする必要があります。それを解決するのが、このジェットファンをはじめとするパナソニックの道路換気ソリューションです。大和川線は大きく3つトンネルあるんですけども、第3トンネルというのが約 4.9 キロ、ジェットファンが計56台設置されています。で、そのジェットファンを使うことによって、いわゆるトンネルの中の空気の流れをですね、制御して換気所まで吸い上げると。換気所には大きなファンがありまして、排風機と呼ばれますが、その排風機でトンネル内の風を引っ張ります。換気所内に引っ張られた空気は、電気を帯びた粉塵を板にくっつけるという原理を使った電気集塵機というものを使って、さらにきれいにした上で、排風機で排気筒から上空高く吹き上げます。空気は浄化されるんですけども、ファンの音というのは非常に大きな音がしますので、消音装置というものを最後につけまして、音を低減して吹き出すと。ジェットファンというのは一つの機器ではありますけども、集塵機も排風機もすべてシステムでつないで、トンネルの中の状態をきちんとセンシングしながらですね、省エネでかつ、地域の方々、住民の方々へもきちんとした清浄された空気を提供する。もしくは万が一火災が起きてもですね、きちんと人命を確保できる、そんなことがトータルでできるようなシステムをですね、ワンストップでできるというところが私どもの特徴かなと思っております。一番こだわっておりますのは安全性です。自動車の上につけなきゃいけない機器でございますので、例えば部品一つの落下でもですね、大事故につながります。ですので一つも間違いがないような、そういうものづくりであったり現地での施工であったりというこだわりをずっと続けています。パナソニックの中でもですね、非常に独自性のある事業だと思っておりまして、もうインフラに直結する事業ですので、先輩方が昭和39年の時期からですね、思いを持って、ゼロから立ち上げられた事業ですので、当然私の責任としては絶やしてはいけない、発展させなきゃいけない責任を感じて日々取り組んでます。やっぱり人と人を結んでいくとかですね、物流のことを考えると、トンネルっていうのは必要な交通インフラだと思っています。やはりトンネルを作る以上ですね、換気設備っていうのは必要不可欠な設備だと。今回大和川線が開通した暁にはですね、特に地域の皆様にはですね、喜んでこの道路ができて便利になったなって思ってもらえるようになってほしいなと思っています。非常にニッチな世界に見えると思いますけども、縁の下の力持ちじゃないですけども、すごく社会貢献をしているというふうにあります。ですから道路部隊全員がですね、社会インフラに貢献し、住民の安全を守っている、ドライバーの安全を守っているというところを心がけて、人々の暮らし安全安心に貢献していきたいと考えています。パナソニック。